中国の軍事施設化を進めている人工島が沈没しかけています。中国が埋め立て軍事施設化を進めている南シナ海の岩礁でとんでもない新事実が発覚しました。なんともし台風に襲われればわずか2時間で水没しかねないと A エコノミスト氏が指摘したんです。10年という月日と数百億ドルもの費用をかけて作り上げた人工島がたった2時間で崩壊しちゃうなんてかわいそうですよね。さらに中国ではいざとなったらアメリカによる爆破作戦が行われるのではと予想されているんだとか。というわけで今回は南シナ海における中国の動向とその末路について詳しく見ていきましょう。では行ってみましょう。近年問題になっている中国の海洋進出、特に南シナ海における岩礁の埋め立てと軍事施設化ですが、実は半世紀以上にわたる大計画の成果だったりします。中国はアメリカやフランスが力の空白を作るたびにこの地域へ進出していきました。ここでフランスが登場するのは沿岸国ベトナムの旧宗主国だったから。第二次世界大戦直後に始まった第一次インドシナ戦争の結果、1956年に仏はベトナムから完全に撤退。すると中国はすぐさま同国の東にある西沙諸島の東半分を占領しました。残りの西半分を支配したのはアメリカを後ろ盾とする南ベトナムです。ところが70年代にベトナム戦争が北部の勝利で終結すると、中国はその隙をついてすぐさま全領域を占領し、南シナ海の北側に位置する西沙諸島の支配を完成させました。そして80年代からは同海域の南側にある南沙諸島の支配に乗り出します。ベトナムに駐留するソ連軍が縮小したことをきっかけに、1988年には6個の岩礁を確保。1995年にはフィリピンからアメリカ軍が撤退したことを受けて、同国にほど近いミスチーフ岩礁を占領しました。このように中国は実に50年以上の長い月日をかけて南シナ海の岩礁を我がものにしたんです。その背景には様々な目的があると指摘されています。まず、最も大きなのが軍事目的。中国の習近平国家主席は、2015年時点では、岩礁を軍事化する意図はないとしていましたが、2017年には、政府系メディアが一連の動きを、必要とされる軍事的防衛力の強化が目的、と報じました。実質的に軍事目的だと認めたんです。また、この海域には豊富な天然資源が眠っている可能性もあります。石油や天然ガスはもちろん水産資源もそうです。2012年では世界の漁獲量のうち約 12% がこの海域で捕獲されました。世界中の海で無茶な乱獲を繰り返している中国にとってこの海域はまさにお宝なんです。こういった目的のため、中国は2014年頃から実効支配を目指した動きを活発化させました。岩礁の埋め立てと軍事施設化をとんでもないスピードで始めたんです。例えば、南沙諸島のファイアリークロス礁では、2014年時点の埋め立て面積が1万平方メートル、100メートル ×100 メートルの野球場くらいの大きさだったのが、2015年には 2.72 平方キロメートルにまで埋め立てが進みました。倍率で言えば約300倍、面積としては沖縄の普天間基地よりちょっと小さいくらいの規模です。それだけの大きさがあるので関連する軍事施設もバッチリ整備されました。戦闘機の発着も可能な3000メートル級の滑走路に加えて、レーダー、通信施設、ミサイルシェルター、格納庫、弾薬庫と思われる地下施設、岩礁の四方に設置された砲台、基地に必要とされるおおよその設備がわずか数年で完成したんです。しかも南沙諸島にはこのファイアリークロス礁と同じ規模の岩礁が他にも2つ存在しています。スービ岩礁、埋め立て面積 4.1 平方キロメートルとミスチーフ岩礁、同 5.7 平方キロメートルです。3つの岩礁には滑走路を含む類似の施設が整備されているため、まとめてビッグ3と呼ばれています。
整備がほぼ完了した2018年にはロイターが、南シナ海人工島に中国の町が出現したという記事を掲載しました。同紙の取材に応じたシンガポールの安全保障専門家コリン講師は、ビッグスリーには1500人から2万4000人の連帯規模が駐留可能だと指摘しています。それだけの人数が生活できる基地、これはまさに町と言えますよね。さらに講師によると、衛星写真による分析から基地内部にはバスケットコートがあることも確認されたとのことです。一時的な前線基地だったらこんなものを作る必要はありません。つまり中国はこれらの基地を恒久的なものとして維持していこうという強い意志を持っているんです。実際講師は、南シナ海における軍事的な圧力は今後増強されていく一方だろうと指摘しています。この見解はアメリカも同様です。当時インド太平洋軍司令官に内定していたフィリップ・デイビッドソン海軍大将は、対米戦争を想定した上で南シナ海を支配しようとしていると米議会で証言しました。このように5年前の2018年時点で南シナ海における中国の脅威は危惧されていたんです。この事態に他国が何もしなかったわけではありません。ただ現実的な効果はほとんどありませんでした。まず象徴的な対抗策といえるのがフィリピンによる提訴。2013年、同国はオランダハーグの常設仲裁裁判所に中国の南シナ海における領有権主張、いわゆる九段線に対する判断を求めました。そしてこの裁判の結果、中国の主張は国際法に違反するため認められないとして完全に否定されたんです。ところが中国はこの判決を無視、今回の裁決に基づくいかなる主張と行動に反対し受け入れない、領土問題に関するいかなる第三者の紛争解決方法も受け入れないとの声明を発表しました。それどころか判決が出た2016年にはファイアリークロス礁の滑走路を使用した試験飛行の実施を公表してもいます。声明だけじゃなくて行動でも判決を無視すると表明したんです。しかもこの動きをフィリピン側はむしろ歓迎しました。というのも判決が出る2週間前に政権交代があり、同国の大統領は対中強硬派のベニグノ・アキノ3世から融和派のロドリゴ・ドゥテルテに変わっていたから、同大統領は判決について、ただの紙切れ、行き先はゴミ箱だけなどと中国政府と同じ文言を使った声明を発表しています。結果、本来なら中非両国に履行義務のあるこの判決は有名無実化しました。ただし現在はこの状況も変わりつつあります。2022年の大統領選挙によって親米派のボンボン・マルコスが当選したからです。2023年2月にはその象徴ともいえる事件が起きました。フィリピン沿岸警備隊の巡視船が中国海警局の艦艇からレーザー照射を受け、これを強く非難したんです。2019年にフィリピン漁船が違法操業中の中国漁船に衝突された際、ドゥテルテ前大統領は非難するどころか我々は友人だと発言しています。そういう異常に寛容な姿勢とは違うことがはっきりと示されたんです。今回の事件はフィリピンの巡視船がアユンギン岩礁に向かう最中に起きました。同国はこの岩礁に老朽化した戦車揚陸艦を座礁させて実効支配しており、派遣目的は駐留する部隊への食料などの補給でした。しかしそこに海警局艦艇が軍用級のレーザー光線非沿岸警備隊を2回照射、さらに巡視船の140メートルまで接近して危険な動きを見せたため撤退を余儀なくされました。この事態をフィリピンは明らかに主権の侵害だと非難しています。まさにその通りですよね。一方中国は外務省の副報道局長が定例会見で海警局は秩序と主権を守ったと擁護した上で、逆に紛争の拡大を招く行動は避けるべきだとフィリピンを非難しました。俺じゃなくてお前が悪いんだといういつも通りの回答だったんです。ただこのような動きは珍しいものではありません。
過去にはオーストラリアの戦闘機が中国軍の艦艇からレーザー照射を受けており、フィリピン沿岸警備隊のタグボートもレーザーではありませんが強い光の照射を受けています。結果から言えばドゥテルテ前大統領の配慮は全くの無駄だったということですね。そのため現在のマルコス大統領はアメリカとの関係修復を進めています。2023年2月には両国の協定に基づき米軍が利用できる国内の基地を新たに4カ所追加して合計9カ所としました。イギリスの公共放送 BBC はこれを、アメリカは北に日本、南にオーストラリアという同盟国を持つが、その中間点がなかった。今回の措置によって南シナ海と台湾へ容易にアクセスできるフィリピンというミッシングリンクが埋められた形になると報じています。要するに軍事的な中国包囲網がさらに厳しくなったと指摘しているんですね。実際現在の南シナ海情勢は以前より緊張感を増しています。2018年には対艦対空ミサイルが南沙諸島の各岩礁に初めて展開され、2019年には対艦弾道ミサイルの発射試験も実施されました。また同年にはビッグスリーの全てで中型輸送機の発着が確認され、2020年にはファイアリークロス礁で哨戒機と早期警戒機がローテーション配備されている可能性が指摘されています。北側の西沙諸島ウッディ島では戦闘機や爆撃機の展開ももはや常態化しました。今のところ南沙諸島における戦闘機の配備は確認されていませんが、もしそうなればこの海域は中国の支配下に置かれるでしょう。しかしこれらの岩礁は一人でに消滅する可能性があります。というのも A エコノミスト誌によると土台のコンクリートが急速に劣化しているから。中国は大量の土砂とコンクリートで岩礁を埋め立てて人工島を築き上げました。しかしこの時使われた砂は近くの海底から浚渫船が引き上げたもの。一般的に海砂は洗浄後でもある程度の塩分を含むためコンクリートを損傷させることが知られています。そのせいでこれら人工島はもうすでに土台からボロボロになっているんです。一説によると台風の直撃を受ければわずか2時間で崩壊しかねないとも言われています。またそこまでいかなくとも海面上昇と侵食作用のダブルパンチによって数十年以内に消滅するんだとか。結局のところ人間が作ったものなのでどうあがいても自然には勝てないということですね。ちなみに中国はこれら岩礁の整備に大金をかけてきました。建造費そのものは明らかになっていないんですが、ファイアリークロス礁の整備費は120億ドル、1ドル150円で 1.8 兆円にも上るんだそうです。同じくビッグスリーと呼ばれているツービ岩礁とミスチーフ岩礁にも同じ額がかかっているとすると、これだけで360億ドル、5.4 兆円です。南沙諸島における、他、4つの基地を含めれば、この費用はさらに膨れ上がるでしょう。それだけの大金をかけても、自然の力によって数時間で消滅しかねない、さすがにひどすぎですよね。日本で同じことが起きたら、血税を何に使っているんだ、という話になりそうです。しかも、中国の軍事専門家の間ではアメリカによる奇襲的な爆破作戦が行われるという予想も広まっています。その根拠とされているのがトランプ政権時代のポンペオ国務長官による声明。内容は2016年の判決を支持するもので、中国の統制下にある島々の12海里を除いていかなる海洋権利も認めないとしていました。そしてこれが判決で、12海里の領海を持たない低調高地だと認定された基地に対する攻撃宣言なんじゃないかって解釈されたんです。中国のデオメイニュースは専門家の発言を引用する形で、アメリカはビッグスリーに対してミサイルによる奇襲攻撃を加え、最終的には全ての岩礁を爆破して領有権問題を解決するだろうと報じています。あくまで予想ではあるんですが、それだけの危機感を抱いているんですね。さすがにこの状況をアメリカが看過するはずがないと考えているんでしょう。実際デイビッドソン前司令官は
遠隔地でこれほどのプレゼンスを維持していることは、それだけ注力された事業であることを意味している。ジェット戦闘機が配備されれば、文字通りターニングポイントを超えた行為になると指摘しています。南沙諸島で戦闘機が活動するようになれば、この地域における中国の接近阻止、領域拒否能力はさらに高まります。自然の力による崩壊を待つ前に決断を下す必要を迫られる日が来るのかもしれません。さて、それでは最後に今回の話題に寄せられた海外の反応を一部ですがご紹介します。所詮は中国だからな。ビルや道路が欠陥建築なのに人工島だけは無事ってことはないだろう。中国は非常に不安定な地盤を極めて短期間で埋め立てた。土木関係者として言わせてもらうが、問題が出ない方がおかしい。もし第三次世界大戦が始まるのなら、その舞台は南シナ海だろうな。いかがでしたか？今回は南シナ海に中国が作り上げた人工島が数時間で崩壊しかねないという話題をご紹介しました。ただ現実問題として自然の力に期待するのはさすがに不確定に過ぎます。読売新聞の報道によると、2021年春から日本は南シナ海においてアメリカ同様の航行の自由作戦を行っているそうです。こういう作戦を通して軍事的圧力をかけたり、情報収集を行ったりして能動的に対処していくのが大事なのではないでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。